えこんにちはあなたに知ってほしいラテンアメリカ情熱と闇の大陸え今回は七回目ということになりますえ案内役はあおなじみジャーナリストの井高弘明さんニックネームサルバドールですどうぞよろしくお願いいたしますいやこちらこそよろしくお願いいたしますこんにちはさて今回はですねえペルーの大統領選挙について取り上げたいと思いますえこの大統領選挙はですねえ四月十一日に第一回の投票が行われましてまあ上位二人が決選投票ということになって 現地時間の6日の夜から朝にかけて、7日の朝にかけて、日本時間だとですね7日の午前にかけて行われまして、決戦投票ということになりました、即日開票が始まったわけですけれども、決戦投票はですね左翼のペドロ・カスティージョ氏と、それから右翼で元藤森大統領の娘、慶子・藤森氏の間で争われました。 で現状はです、ね、中央選挙管理委員会というのがあるんですけれども、これはオンペというふうな名前ですが、日本時間ですね、今日う日10日ですね、午前10時過ぎの段階で開票率は99.998%、残りは0.002%ということで、まあ、ほぼ100%の票が空いているという状況なんですね。 えー、この中で,です、ね、この2人の得票率の差が、ね、0.4ポイント台ということで非常に僅差となっているわけです、えー、ただしカスティージョ候補はです、ね、ずっと終盤リードしていてカスティージョ氏がもう勝利宣言を行っているんですね、えー、事実上、体勢は判明したようなんですが得票率と得票数をちょっと説明しますとです、ねえー、カスティージョ氏が50.212% 八百七十八万票を得票しています。それから、ケイコ氏がですね。四十九点。七八九パーセント。八百七十一万票ということで、現段階において七万票差があると。で残りが零点零零。二パーセントしか票が残っていませんので、まあ、これは体制が判明。つまり、カスティージョ氏の勝利と見ていいんじゃないかと思います。まあ、この選挙戦、決戦投票は？あ 前半はですね首都リマなど都市部に強いケイコ氏がリードしていたんですけれども地方の票が悪につれて終氏、カスティジョ氏がリードし続けたという状況でしたえ一方、ケイコ氏はですね選挙でえ詐欺の可能性があるというふうに主張してい,てえましているんですけれどもまあこの辺のところは証拠はですね具体的には挙げていないということなんですねということでこれがあの選挙の大枠なんですけれども えー、サルバドール、ね、これ、一応、もうほぼ100%票が空いたということで、しかし、非常に僅差,差,差になってますね、これ、どういうふうに見ますかそうですね、まあ、あの結果については、えー、現地の中央選管がね、はいえー、時間の問題だと思いますが、えー、正式に発表するでしょう、はいまあ、それを待ちたいんですけれども、まあ、日本中に考えますと、事実上の当確ですね。 があの出たとと言っていいいのではなか思うわけです、うん、それでまあ,あ、えー、0.4ポイント台ぐらいの差ですね。そうで,すねでこれ実は前回ですね結古藤森今回あの3回目の決戦なんですけども、はい、1>, 1回目はあの2位で進出して負けて、はいえー、前回5年前は1位で進出して、はい、圧倒的な差を2位につけていたんですが、はい、この反藤森世論を、はい 醸し出されて、結局負けたんですよ。うん、その時も零点四ポイント台ぐらいの差だったんです。はい。惜敗もいいとこですね。なるほど。で、今回、この三度目の正直と日本中に言う人もいましたね。もちろん。はい、だけど、それがならずですね。また二の舞を待ってしまったと。<う>つまり僅差でね。うん、で、これは何だろうということなんですが。はい、まあ、あのーえー、僅差はともかくですね。はいえー、全体的に考えますと。えー、慶子が宮山。この。 間違いいががあったと思いますね、うん、失敗がそ,<う>それはこの選挙戦略なんですけれども、はい、当初からですねペトロ・カスティーの力に怯えていたと思うんですよ<ー>そのためにですねのひたすらペドロ・カスティジョをこの極右でね、はい、彼,彼がその政権取ったらベネズエラみたいになっちゃうとかね<ー>、えー、要するに社会主義がになって経済が破綻してですね、はい、とんでもない貧困状態をになってしまうと。そういういこの 選挙民を怖がらせるようなですねいわゆるネガティブキャンペーンですね誹謗中傷するようなその戦略に出たんですよ。でそれでやってきたとところがペドロ・カスティージョはですね極めて冷静で農村の教師ですけどねこの豊かな資源豊かなペルーにですねこれだけの貧しさがあるともう貧しさはいらないとつまり自分が変えていくとこれは教師の言葉だと。 必ず言うんですよ。一言言うと、これは教師の言葉だと。つまり、選挙民に教育してるみたいなね。これ、冷静でね、これがね、最初から大きな違いだったんですね。なるほど。稽古はもう彼をね、この反共主義、反共宣伝に巻き込んでね、ダメージ与えようとしたんだけど、彼はそれに対して沈黙してるんですよ。一切稽古のことをね、非難しないんです。我が道を行った。この違いがね当初から 2>, えー、2つのこの、えー、討論会なんかも如実に現れていましたまた新聞報道なんかねそれがね、えーえー、出てきたんですね<ー>で稽古の失敗は反共攻撃するんじゃなくて、はい、この自分の親父さんがね1990年に始めて30年間、えーはい、31年続いてきたこの新自由主義経済ですね、はい、それでペルーはそれなりにこの支援を使ってですね、うん、あの経済が順調に来たんですよ。うん、だけどその富は富ははね豊かな富は、はい 首都リマやカヤを中心とするね首都圏、それからその海岸地帯ですね、北から南の、その辺の富はかなり潤ったんだけども、ペルーは大きな国ですね、このアンデス山脈の方の山間部であるとか、その向こうのアマゾン,アマゾン地域ですね、アマゾニア、そっちの方とか、貧困が渦巻いてるんですよ、そこに富の分配がいってないんです、でペトロ・カステージはそっちの方の代表なんですよ。なるほど でそこを見,誤っ,て見誤,誤ったのが稽古ですよ。反響宣伝しないでペドロ・カスティジョが訴えていたこのマンスースたちをいかに救うかっていう方にあに、のー、選挙戦の重点を持っていけばもっと違った展開になったかもしれませんね。なるほどねまあ、ここのところが、まあ、微妙な差ではありますけれどもカスティジョ氏のほぼ、まあ、勝利という結果につながったと思いますが。 じゃあこのカスティージョさんというのは一体どういう人物なのかというのを見ておきたいと思います。ちょっとスライドを出しましょうかね。えー、これで見ますと1969年生まれということで51歳ですね。高等師範学校を卒業して小学校の教師と、まあ、その後に大学を出て教育心理学を収めてそれでこれは教員組合の幹部となったということで。<laughs> なんかストライキをやってこれに勝利してかなり実績を上げてきたという人なんですね。で20年に自由ペルー党というところから大統領候補に招かれるということで、まあ、非常にやっぱりこの慶子藤森氏はね藤森大統領の娘ですから、まあ、富裕層を代表してると思いますが。 本当にこうある意味泥臭い感じの候補者という感じがしますよね、ええ、でこれ見ても、ね、分かるようにですね、はい、先ほどあの、稽古陣営の,この戦略の失敗だと申し上げたんですが、はいはい、長年可能なペルー党の党員だったとこれはどういうことを意味するかといいますと、うん、この藤森大統領があの3戦目でこの日本に亡命して、ね、政権を退いてその後この最初の,あの公式な大統領暫定政権が終わってね、うん 最初の選挙で、えー、政権に就いた、うんえー、アレハンドロ・トライドという先住民系の大統領がいたんですよ。はい、でこの人はね汚職で今米国で捕まって身柄をこっちにペルーに引き渡せる過程にあるんですが、はい、この人はその汚職してもしたことによって分かるようにねこの中道保守なんですよ、うん、あるいは中道右翼と中道右派というかね、はい、中道保守です。その政党にこの は長くいたんでで、すよこの、えー、それがこの左翼と言われるですねジューペルトーから昨年大統領候補がいないからお前来ないかと言われたんですああああなぜかと言いますとジーウペルトーの党首がですね、はいえー、セローンっていうんですが、うん、この人がちょっとこの不正を働いてねある州の,あの州知事やってたんですけど州知事を解任されてね、うんはい、で彼ら自身はこの出馬できないんですよ立候補できない。うん、そこでこでの 二十七二千十七年の選挙で名を上げた彼を自分の代理の候補としてこの招いたんです。はい、えー、とこだからで当初はだからあの招かれた候補であるがゆえに、はい、あの革新的な。 この当時の言うことを聞いてですね、はい、かなりこの、えー、過激なことを言ったわけですよーはーはーでばこ後半になってそれをだん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 やられていった、えー、なぜかというと彼ら体質は可能なペルーにいたことから分かるように、はい、あの極めて穏健なジョブ式の人でバランス感覚ありそうな感じの方なですねつまりね現実的な財布ですよなるほど 分かっていながらね、えええー、新書を膨大にして反響キャンペーン貼ったとこにまずは間違いがあるしああるまたあのそれを「急進左翼」という日本の,あの新聞が捉えるとするとそ,す、ね、その判断もあの正しくはなないいとと、うんまあ、そういうことなんですね新聞見ると本当に「急進左翼」と書いてあってこれ見る限りにおいてはよほどその過激なね 政策を打ち出すんじゃないかというそういう印象だけこう出てきて、まあどのメディアも求心左翼って書いてますけど、れれまあ、これは要するにその求まあ割と求心的な左翼から招かれたということはそうなんだけど、うう実質人物的にはもうちょっとまあ中道寄りの中道さんし近いのですかねある意味、ね、常識あるんですよ。なるほど。ええ、ここの辺ですよね。やっぱりこう日本のメディアがどうしてもそのそまあなんか。えーうん 正確にちょっと捉えきれないところがありますね、えー、そのの辺の表現がね残念ですね。わああかりました、これであのカスティージョさんの人間性というか、ですね、はい、政治のこうスタンスというのが見えたと思うんですけど、えー、もう一人この、えー、対立候補であるです、ね、ケイコ・フジモリ氏のことも見てみたいと思いますが、まあ、先ほどのカスティージョさんとはですね打って変わって、この人は首都リマの生まれで46歳、まあ、年齢は若いですけど。 まあ、お父さんはもう有名なアルベルト・フジモリ大統領日系の大統領としてねこれはもう日本でも大きなニュースに勝ってなりましたで97年にニューヨークのコロンビア大学を卒業してその後今度はボストン大学で MBA 経営学修士を取得ということで、まあ、いわゆるエリートコースを歩んでいるしかもアメリカの大学ということですねからロ六年2006年から11年国会議員をやってその後 11年と16年に大統領選挙を出馬してえまあこれも勝ちそうな可能性があったんだけどいずれも負けたとで人民勢力党というところの今最高指導者ということでやっぱりこれあの僕見てて思うのはですねそのカスティージョさんと藤森さんの全くその出身もそれから経歴もですねものすごく対照的ですよね。 カスティジはのののね兄弟の3番目なんですよ、はい、だからおそらく相当苦労したと、うん、子供の頃からねだけど彼はあの賢かって<ー>で師範学校行って教師になってで今日に至るわけですけど、うん、一方恵子、うん、は大統領の娘ですからね、はい、でしかもあの学生時代にですね、えー、1994年です、はい、今から2526年前ですね えー、父親が母親と離婚したわけですよそしてはい、はい、別居して離婚したとはい、はい、そうするとあのいわゆるこのファーストレディーですね、はいえー、スペイン語でプリメラ・ダンマといいますが、うん、これがいなくなっちゃったんです、うん、外交上困るんでね長女の恵子藤森が19歳だったんですけど、はい、あのまあこのファーストレディー役を命じられて、はい、それをやってきたんです、うん、でこれによって彼女はね、ええ、政治とはどんなものかと。 で国際関係とはどんなものかと関心持っちゃってなるほどその結果、親父が辞めた後ですね、まあ韓国に入ってるわけなんですが、はい、自分が後継者としてこの政党の名前を変えたり組織を変えながらですね、はいえー、過去2回決戦まで行ってダメでうん今回もそこまで行ってまたダメになりそうな感じですね。あだからこっっちは言ってみれば、あのー えー、政治的エリートですねなるほどただ完全なるペルー人の日系三世だけども、うんはい、もうあの日系って言葉を忘れてね、はいえー、ペルー人とと見なないといいですねどうも日本のメディアはですね、うん、慶子藤森氏にやっぱりこれは藤森大統領の娘ということでそこにちょっと焦点が当たったような報道をやっていてですねもしこれ慶子藤森が勝つというようなことになった場合にはおそらくその話題性みたいなところでね、うん バーっとこう光を当てていきそうな感じがあるんですけどももうう実際はそうじゃないもちろんジャーナリズムですからね、ええ、話題性っていうのは常にあのそれ自体がニュース価値があるということがよくありますからね、はい、それは問題ないと思いますがそこにあの重点を置いてものを考えたら間違いですね。なるほどね彼女はもうおやじさんよりねはる、ええ、かにあのラテン人ではる、い、かにこのなんていうかな厳しい考えを持ってましてね<ー>戦闘的です。 今回のこの選挙戦におけるこの滑水城に対する反響攻撃ねで彼女を表して現地の評論家がね、はい、彼女は手にね石ころを殴りながら討論してるっていうんですよ石,ころ石ころを握りながら何かあったらパッと投げるというね <laughs> そのくらいねあの強いんですよ。<laughs> このふてぶてさえ見たのがあってね、えー、ラテンアメリカには大統領になった女性もいろいろいてですね、はいえー、大体僕は見てきたんですけども、はい、あ,のある種のこの ええー、政治家としてのこの確かさと、はい、そこに女性としてのこのあの優雅さみたいな持ってるんです。あ<ー>まああの誰でもそうですね。はい、彼女はね別に優雅じゃないとは言わないですけども、はい、優雅さよりもねこのなんていうかな力強い感じしますよね。うん、こ見た感じもそうです、ね。このねふてふてしさっていうかね、<ー>要するにあの。 えこれ悪い意味で言ったんじゃないけどねもう女じ丈夫っていうかえ今時この言葉を選ばなきゃいけませんけど決してこの卑下して言ってるわけないえまあとにかくねそっちの方が目立つんですよ。だから 彼女が長男だったらなああまあね本当にこう、えー、見るからにだからリーダーとしては頼りになるかもしれないというふうに思う人たちがかなりいるというとも言えるんですがです、うん、ちょっと選挙戦を今もいろいろ映像も出てますので画像もですねそれと関係あると思いますがあの選挙戦ちょっと振り返りたいんですがこれは4月11日第1回投票ということで8名ですか8名18人18人18人出たんですね。 で、上位が8名ということですけれども、まあ、この中で、えー、カスティージョさんとそれからこの慶子さんが上位の2位を1、2位を占めたと。それで決戦に行った決戦に行ったということですよね。やっぱりだから2人とも、まあ、いいあの力を持ってるということだったんですけども、まあ、最初のこの決戦投票をこう開いていったときにですね慶子藤森さんの方がまが、あ、これも僅差でしたけどもおーリードしてましたよね。 18人の候補が出たっていうことは珍しくないんですが、はい、要するに最初から放末候補と分かっているけども、うん、その後のいろんな決戦に向けての,この合唱連行みたいなのがあって、うん、そこで利権を政権どっちかついた場合利権が来るでしょうなんか大臣になったりね、はい、そういうのを考えながらこう立候補するわけですよ、はい、負けるの分かっててねそれで18人と多くなるわけです<ー>それででですすね、うん、この18人の人特色はですね えーまあ、いわゆる左翼,左翼進歩主義っていうのは3人ぐらいしかいなくて<う>あとは15人はねみんな在界系ととかか保守とか右翼なんですよ、はい、でその、えー、まず当初の予定だとね、はい、あの一般的な見方ですと専門家のそ、はい、の「財界系、えー、保守系右翼系が、はいえー」の誰かがあのいの2人がね1人になるだろうと。はい で、慶子もその部類に入るんだけども慶子はダークホースだったんですつまり本命ではないんですよそれから一方ね貸水城はね全く無名だったんです彼は当選確実性が事前の予測に入ってなかったんですよだから競馬では大穴です大穴になっちゃってねトップになったとそして一方この保守財界系右翼系は慶子がねダークホースで上がってきたとこういうこの ペルーとしてめったにないね、珍しい選挙だったんです。これ競馬でいうの、ちょっとね、あれかもしれませんけど、要するに、ダークホース対大穴、大穴対ダークホースですね、大穴トップ。つまり、それだけペルーという国のね、状況、時代が変わってきたと、かつてだったらね、バルカス女王さんみたいに白人、白人ね、スペイン系白人とか、それがエリートで、これがずっと出てきたんですよ。ままあもいしたけどね 今回両方とも白人じゃないですよこれ先住民系の滑水所、うん、日系のね、うん、人種的には、うんまあ、稽古と、うん、で本来あの白人のエリートの中じゃね人種差別に合う立場なんですよ。うん、だから滑水所はね、うん、肌の色で見るんじゃなくて今後ペルーはいかに、うん、あの、うん いい国にするかっていうところで考えなきゃいけないということを選挙戦で過剰に言ってるんですはっきり。ケイ<ー>はそういう言葉を持たないんですよ。じゃあそこに今違いがあったですね。やっぱりこれそうすると国民がですね今までのこう従来路線をやっぱり変えたいというそれがいわゆる保守系にしろ左翼系にしろですねこの二人を押し上げていったと。それがね。ええあの元々この貧困 があのー、多いですよ人口もお大きな国ですね、うん、豊かだけど豊かな資源を持ちながら貧しいと、うん、海岸の方が潤ってると、うん、その差はみんな感じてますね、うんえー、でそれをね意識さ選挙民になぜ何を意識させ,かってさせたかっていうとコロナウイルスなでですすココロナ<ー>コロナナによってこの貧しい人は医療、うん、にかかれないでバタバタ死んでいくんですよ。うん、死者がね、ペルーはの、うん もう少しですすね、えー、19万人近づいてますねはははその多くはやはりその貧困階層ですよ。ここ、うん、でこの豊かな方は外国に行って直したりねいろんなことにできるわけですよ、はい、あるいは、えー、特別な医療でね、はい、このコロナ禍の,、ね、のペルー社会はやはりこ,のこれはいかんと貧富<は>の格差がこの病気格差になってね病気のこの。 病気の治す、ね、医療格差になってくるわけですよ、<ー>これがね、やっぱり痛く、うんえー、選挙民に浸透して<ー>ということがありますね。なるほど ここにも、ね、コロナの影響、政治状況を変えていったインパクトがあったというふうに、えー、見れるということですね。はい、で、今回はです、ね、このペドロ・カスティージョさんが、まあ、ほぼこれで決まりでしょうけどそうすると左翼政権が誕生するということになってくるわけですけどペルーのちょっと左翼政権というのが過去もこう何回かあったということで、えー、これちょっと見たいと思いますが、えーすえー、これ今ちょっとおスライドが出てますが。 1968年から75年、これが最初の左翼政権という戦後、ええ、つまり第次大戦後のね、はいで、これはですねあの、軍事政権ですから、クーデターでいわゆるこの選挙で選ばれた政権を倒してのし上がって、それ<ー>でこの7年続くんですね、それ、うん、でこのキューバ革命がね、1959年にあったんですね、はい、だから9年前にあったんですよ、うん、その影響を受けていて。 えー、軍人というのはこの愛国いわゆる愛国者なんですよ。うん、で我々が政治家が国を治さない貧困を改革しないと変えない、うんうん、我々がやらなければキューバ革命のようなものが起きてしまうと、うん、そこで戦闘を打つというこういう発想です軍人ですから。<ー>それでこの左翼なもんですから<ー>、えー、まずねマグロ戦争で経済水域に米国の、えー、船が来てねマグロを取っていくと。うん それで200カイにしたんですで業界経済水域200カイっていうのはここから始まったんですこのペルーが最初なんですこっから世界に広がったんですよこれ極めて重要なんですよねそれで米国と対決してでソ連に接近してでこのペルーのですね軍事装備ですねット戦闘機とかあの機関銃とかトラックとかミサイルとか全部ソ連にしたんです ソ連の製造したちにね兵器体系を米国からソ連に変えたってこれは大変な大きなことですそれから同時にこの農地改革を進めたとこれによってこのアンデスとかアマゾニアねアマゾン地方貧しい人たちが大挙してねこの海岸に降りてきたんですここれがこの えー、例のこの若い町ポエブレス・ホーヴネスなんていわれたこのビジャ・エルサルバドールみたいな、はい、ああいうこの海岸地帯に点々とあるこの新しい新興都市なんですそれを上から降りてきたんです<ー>でこの人たちが、えー、豊かな中にあるけれども活性の支持みたいな帯になにってるんですよだからそういうとても複雑でだからこの、えー、ベラスコ・アロバラードがそういうふうに国の中の人種的な生態系、はい、貧困の生態系を 混在させてて変えてしまったと、はあはあ、それから、えー、半世紀25年40何年経ちますね、うん、75年からか、はい、考えると。で,で今、えー、カスティルは出てきたと。うん、カステルはこのベラスコから始まったこの半世紀近いこの国内の人間の移動とか貧困の変異とかねそれから新自由主義とかそれに立った今それをこの「 えー、悪いところを直して、うんえー、より堅実な、えー、平均中の貧富さんがもっとなくなって平均化されてペルーにしようというのが、うん、勝利用の思想なんですなるほどだ決してこの旧新左翼じゃないんですね現実的左翼です、うん、それからあのペルーの政権これ左翼政権二回目がありますけどね1985年から90年これはどういう政権だったんですかまずこの年代見てあのお分かりいただけるように これは東西冷戦のの最後の5年間だったたんですしたがってまだこの左右対立とかですね東西対立とか米ソ対立とかそういう構図が世界にあったわけですね。うん、でここに登場するこのアラン・ガルシアアプラというこのペルーで最も古い政党ですねこれはメキシコ革命の影響でできた政党なんですけれどもまあこの人がね30代の終わり頃大統領になったんですよ。 言っってみればまあ未熟だったんですね、うん、それでこの、えー、政治政治経済用途もうまくいかなくて、うん、結局この混乱したまま5年間が過ぎて<ー>その結果この保守財界右翼の支持を得たマリオ・バルカス・ジョサル今日のこのノーベル文学賞作家ですけど、うん、彼がこの旗頭になって国をこの。 えー、戻そうと、うん、健康なしっかりしたものにしようとして当選数感に向いたところに慶子、えーうん、のお父さんであるアルバート・フジモリさんがこれは数学者でねペルーの大学協会の会長をやっててテレビなんかによく出てたんですよ、うん、それで顔を打ってたんですこの人が突如出てきて、うん、あれよあれよという前にこの2位でもって決戦に進出してで 決戦で逆転勝利してしてまったとだから第一期のガルシア政権が失敗だったんですね。<はい S 2> それによってゲリラがこう大変なえ活動を始めちゃって <はい S 2> その結果が藤森政権のに出てきて <はい S 2> で藤森政権がそれを潰したんですね <はい S 2> だけど憲法を提出させたりしてね国会を閉鎖したりしてそのえ問題が今日藤森が嫌われる最大の原因になって稽古が それをっっちゃってるわけですねなるほどでガルシア2期目の痕跡、えー、ここに書いてありますようにやったんですけど、うんうん、過去の失敗をから逆半分逆,逆の方に行っちゃって今度は保守を受け入れかしてそれ<ー>でまあ,あの彼は汚職をしましてねもともと汚職体質が第1期の時もあったんですけども、うん、警察があの自宅に踏み込んだ時に。 ちょっと準備してくるからと2回上がって拳銃でバーンと音がしてまあ自殺してしまったという劇的な最後にだったんですけどだから本格的なものは1回のファン・ベラスカ・アルバラドの軍事革命政権というふうに銘を打っていたんですけどその長い流れの延長線上に滑水場があるというふうに見た方がいいですね。 じゃあこのカスティージョさん、えー、これからですね、えー、まだ正式的にはねあの確定はしてませんがもうこれでほぼ決まりということですけどどんな政治をやっていくかってこれがまあいろいろ難題もあるようなんですけどもここはどんなことを考えられますかまずですね重要なのはあの、えー、ベルー大統領は非常に強いですね大統領国家ですはい、はい、だけど国会がまた重要なんですよほうほうそれでこの えー、日本中に、まあえー、言いますとですね,ねじれ現象があるわけですよ。はあはあ、つまり政権とですねこれ、あのー 彼のです、ね、自由ペルーですね、何議席でしたか、彼？三<こ>37議席しか取ってないです国会全体では何人いるんですか、130人,ですね、130人の議員がいるということですね、議席ですね、議席は130、はいで、4月11日の大統領選の第1回投票と同時に行われた国会議員選挙です、ね、はい、この、彼の政権党の自由ペルーは37議席です。第ののこの、うん 稽古、えー、の、えーとえー、人民勢力24ですね。24ですね、はい、それから、ね、第7位になったね、はいえー、ベロニカ・メンドサ、はいえー。ベロニカの写真ちょっとこれですね彼は穏健左翼なんですよ。はい、で彼女もね当選第1回でこの決戦に進出する可能性はあったんですけどね、はい、やっぱりこの女性女性っていうことで稽古、あのー、に。 やられてますね、負けてますね。で彼女の政党がね、ごごご議席なんですよ。で彼女はこの決戦の過程でね、カ水ジと協定結びまして、で彼女のごご議席を合わせるとね、42議席なんですよ。130分の42。過半数にいかない、もう三分のうとんでもない三分のうも行かないでしょ。三分の一ぐらいですかね。ああ行かないですね。行かない。そうするとあとはですね、あの全くこの 新自由主義政党保守政党右翼政党なんですよ<ー>これに囲まる針のむしろでしょ<ー>ということはね、うん、あの政策は通んないです<ー>いくらかあの革新的なこといくら急進的な顔に出したとしてもだめ、ね、もうそれ知ってますから、はい、もう早くも軌道修正が始ままってますあどんなふうに軌道修正してるんですかまずですね、うん、あの重要なのはこのベロニカ・メンドサの顧問だったね、はいえー、ペドロ・フランケン えー、ああこれですねこの人はね、はいえー、エコノミストですね終始、はい、ぐらいまで行ってます、うんでえー、近代経済主義で左翼経済なんですよつまり人民経済で、うんえー、新自由主義には反対でこのみんながこの平等性を持ちながら自由,自由な発想を、うん、展開させながら国を豊かにしていくと、うん、つまり貧富さえできちゃいけないという。 でベロニカ・メンドゥーサの顧問だったのがベロニカが第1回で負けたので、はい、それでこの協定を結んだことによってこのカスティジョの今経済顧問になったんです、うん、で彼が非常に重要な人物ですね<ー>で彼が早速もうこの23日前からね、うんえー、カスティジョ政権ができたら、はいえー、私有財産を尊重します<ー>それから市場経済をね、えー、尊重します むやみやたらにこの摂取したりね、えー、資産を摂取したりそういうことしませんとほうほうもうそういうことはっきり言ったんですよほうほうこれ何を意味するかというとその求心的左翼のこの自由ペルー党の候補ではありますけれども、うん、実はねこのカスティーはそこから離れたいんですよ<ー>。もともとはほらあのえペルーポシーブレという、はい、え中,中道え保守の政党のえ元大統領の政党の 幹部だったわけですからね。うん、そっちの方が長いんですよ。<ー>で,で、決して彼自身の体質はあの左翼じゃないですよ。これあえて言うと現実的現実的な左翼と言います。かね。なるほど、進歩主義、脳症の進歩主義者とかそういうに言った方がいいですよ。これそうするとですね。あのー、少しやっぱりこう右の方へというかね。保守陣営をいかに取り組むか取り込むかというようなところが。 えー、一番の課題になっててくると思うんですね国会対策しそうするとその時に国民がそれをどう見るかというあたりがこの辺のバランスが非常に難しくなってくるというで、ね、それを言いますと今回このさ差ですねつまり国民が二つに割れちゃってますよそうです、ね、これをまず融合させなきゃいけないんですね若い浅い、はい、これはものすごい深い亀裂っていう傷がありますのでこれを融合させ国民としてですね、はい、一体化させるそのためには 大統領自らがですね政権国会で少数派ですから、はいえー、一応まあ,あの他の政権、えー、党ぐらいのこの、えー、会派に分かれてますからねこれをやっぱりまとめていくためには、えー、まあこの最大公約数とこんなになってきますから最小公倍数でこのええー まあそういう点考えながらですね共通点を出してみんながでそっちを膨らませていくようなこの話し合い若い党は党略じゃなくてね全体のためにということでこの理解を得ながらこの政策を通していくことしかできないと思うんですね。 えー、まあ、夢のまた夢ですよ、今んとこ。ああ<ー>。えー、なるほど。まずは、やっぱり、経済っていうところが重要になってくるんでしょうかね。えー、だから、市場経済を尊重するって言った。なるほど。貧困な人たちの生活も豊かにするということでね、これ、あの、工業会社、いわゆる、こう、て。あの、鉱山の鉱という字を書きますが、こういう会社に税金をかけてるんだけど、それを引き上げるという。 出たわけですよこの、ねええところが、まあ、それだけじゃやっぱりダメで今度はやっぱりちゃんとその保守層あるいは経営陣とかですねそういう人たちにも利益をという,もうこ,ここが、ええ、そこはだから話し合いながら、えええー、例えばあの100の利益があると、ええ、現在あの国庫に入るのは30%ぐらいで70%はこの国債大企業が持ってくんですよ。でこれをね、ええ、逆にしたいんですよ。 あむしろ八割ぐらいを国庫が取って二十パーセントぐらいをこの外国寄付は持っていくみたいにねあ<ー>。そしてこの税金を上げるとなるほど。これをあのやりたいことは事実です、うん。それでウイタなぜかというとそれはボリビアがやって成功したんですよあ<ー>。だから彼のねあのその経済思想の背景にはボリビアのエボモライスの。 あのがってベじゃないですすででもないんですよその鍵になってるのがこの、えー、ペドロ・フランケという顧問ですね。あ<ー>だけど、ええ、あの国会で少数派ですからそんなこと簡単にできませんなるほどしたがってあのみんなで祖国のためにっていうような論法でね話し合って話し合って話し合って、うんえー、三方一両損とかね、うん 3人が同じようななウウィンウィンンいうような言い方ありますだからそんな形で時間かけてこの、えー、話し合っていくそれしかないですね。うん、なるほど<分>この辺の舵取りが非常に見ものという感じがしますけどこれ対外関係で見た時例えば最初アメリカですねアメリカとの関係はどんなふうにか、えー、だからね「主要主義をね尊重します」と言ったことは、えー、あの米国ともうまくやってきますよと。うん、ラテンアメリカ えーまあ、あの問答主義ね問答宣言から、はいえー、あと2年でね、うんえー、200周年になります<ー>、えー、そこへ向かってこの米中の状況っていうのは動いてるんですけれども今あのバイデンというねリベラルな大統領になっておりますがラテンアメリカねカリブ海をこの米国の影響下に、うんえー 置いていくとこの政策は絶対変わりませんからねそういう枠内でやってますねだからやっぱりこのワシントンとね協調しながら是非主義でいくとだけどねトランプ政権の差し金肝いりでねペルーの前のあの弾劾されてしまってビスカラという大統領がいましたが 彼,の彼があの中心になって作ったあのリマグループっていうのがあるんですよ。はい、このベネズエラのマドゥロ政権を潰そうという、うんえー、このラテンアメリカの、うん、グループですね。これであのな南米でですねまたこの新しい政権が誕生ということなんですけども左翼政権が久しぶりにね 年年年年年近く空いてたわけですよねでそれがが政権ぶぶぶぶり31年ぶり1 1年ぶり 2> 2年ぶりだなこれのやっぱり意味するところはねいろいろこう考えられると思うんですけどいわゆるラテンアメリカ世界に対してこのペルーの今回の大統領選どんな影響を与えていくというそうですねこのとこ見てますねラテンアメリカっていうのはあの大体においてスペインの植民地だったところから出てますんで、はいえー、スペイン語の国は多いですね、はい、18あります。はい で大きなブラジルはポルトガル系で、はい、あとカリブ海に小さなハイチはフ,フランス系ですね、はい、で全体としてこれはラテン系世界ですよなるほどでカトリックが、えー、大体支配してますね今でこそこの米国系の信教系のね、はいえー、プロテスタント系の、えー、宗教ありますけどまあ大体スペイン語カトリック、うん、まあラテン系語でカトリック、うんうん、で根結してると大体おいてね、えー、だからこの連動するんですよ 軍事政権が起こってばーっとクーデターが起きて軍事政権になったり<ー>それから民主化すると民主化したりね、はい、まあ米国の差し金もあるんですが、はい、まあそういう波で言いますとね、えー、チャメスが出てきたこの,19世紀のあ20世紀の終わりからね、うんえー、しばらくの間左翼が、あのー、勝っていたんです、はい、それが今から6年56年前からね右翼が、うんうん、右翼保守が牛耳ってきたんですよ。はい はい、今再びねかす、えー、かに、えーまあ、いわゆる左の方に動いた、はいえー、その証拠に例えばメキシコの今のアムロという政権ですねまあ中道左翼中道左派、うん、それからアルゼンチンのね、えー、今の政権ね、はいえー、フェルナンド政権これもそうですね、はあ、ペロン派の、はい、そして、えーまあ、左翼にはこの キューバベネズエラニカラガとは3つありますねそして今ボリビアがまたこのエ,、うん、エボン・ライスの、えー、中道左翼、進歩主義政権ですねでそこにこれがカスティジョが生まれるであろうと、うん、でだからこれはねあのキューバはこれ共産,共産党一等試合でこれ別格ですそれ,それ自体も今変わろうとしてるわけですベネズエラとニカルガは 圧倒的に強いあの複数政党制ですけども複数,複数政党制であの勝ち抜くためには政権与党があのものすごく強くなきゃいけないとずば抜けて大きいのを持ってるんですよだから政権するわけですねだから事実上の、うん、一党弱者多数政党体制みたいなものですよ。うんあ でこの3つはねあの左翼ですよ。はあはあ、でそれとは一線隠してんですんそこを一緒にし一緒に一緒に一緒くとにしたのがこのつまり、えー、そういう意味で言うと、えー、かか従来のいわゆる左翼と違うんですよ。で新主義の あの荒波を経たあの今のこの左翼っていうのはむしろ信仰主義と言った方がいいんでね,ねこの貧困をなくしていきましょうとそれをなくさないでいくら一部が繁栄してもね社会はあの不安定だよとなで皆の幸福のためにこのやっぱり底府も上げていかなきゃいけないってこういうあのえ改革,革命じゃなくてね改革改善刷新の思想なんですよ。 この間も、ね、G7 で、各、まあ、それぞれの国の大企業にです、ね、法人税を最低でも15%かけていくという、ね、はい、やっぱりあの新自由主義によるこう経済格差、あるいは貧困の問題というのをこのまま見過ごすわけはいかないと、はい、大きいところから強いところから少しでも取ろうという、ちょっとやっぱり修正の方へですへ、ね、世界がこう動き始めているという感じがちょっとするんですね、そういう中で今回、ペルーに、まあ、その非常にこう現実主義者でありますけど、 いわゆるこれまでの新自由主義じゃないいわゆる、まあ、現実的な左翼政権というかそういうものが誕生したというふうに、まあ、なんか一つの流れがちょっとありそうですね今だからね重要なのはこのペルー史上初めてね、はい、左翼政権としてはさっきこ並べましたけど、はい、ペルー史上初めてこの、えー、山間農村の 大統領が出ててくるっことなんですよ本格左翼のベラスコ・アルバートは軍人の一番偉い奴が実験力を持ってクーデタやったんで改革したんですねであの時国の生態系変わったって言いましたねガルシアはこれ未熟でねうまくいかなかったと今度のやつはうまくいくかどうかは分かりませんけれども議会対策ありますねだけども今度の政権はね昔と違う。 でしかもあの名もないねージーとか出てきた大,大統領になるわけですよ。ななるほどなるほほどでこれをねだからペルーの今この農村、えー、地方山岳地方また,また都市のこの貧困ベルトのね住民たちが支持層なんですけど、はい、自分たちの大統領を初めて握ったという感覚があります。でこれをねあの、はい、選挙の不正とか言って覆すことはても判断が起こるでしょうねなるほどむ難しいです。 自分を支持してくれるそういう農村部の人たちに足場を置きつつ一方でその経済の立て直しをどうするかまあ少数の議席を持ちながら議会対策をどうやっていくか非常にこう難しいとは思いますが注目に値するなんか大統領選の結果だなという感じがしますね、ええ、だからこれだけの,この熱狂の中であの新しい大統領が誕生する方向にあるわけですが、はい。えー ここであの考えたいのはこの恵子藤森もその一人でありますけどもえ首,都首都圏それからこの海岸地方あるいはあの大都市のね豊かな層はえこの貧しい多数派にこの追ってる部分があると思うんですよ歴史的にこ,れこの負債をね同じ国民だけど貧しい多数派の人に返さなきゃいかんと。またこの滑水場に代表されるこの い人々今回勝ったであろう人々とはあんまりこの全体を覆することを言わないで共にこの歪みを垂らしていこうというこういう歩み寄りこの交渉がまさに象徴的に国会の中でなさらなければいけないんですがそれをやっていけばそれとあと人材がですね家畜上の周りにそれぞれの専門家がどこまで集まるかそれにもよりますけどね。はい まあ、あのだからあのタイトルであ「暗雲が立ち込めてる」っていうこの、はい、タイトルになっておりますけどもそれに、ね、しも、はい、うまくやれば暗雲を晴らすことができるんですなるほど、えー、それからです、ね、恵子氏はです、ね、今回3度目の挑戦でやっぱり3回目もダメだったということになりそうなんですがこれちょっと恵子さんにとっては痛いのかなと思うんですがその辺はどういうふうに考えられますかまああのー 彼女がですね3回も決戦に出たということは、えー、それなりのこの有権者の評価があると思うんですよ、うん、この親父さんの娘っていうこともありますけどね、うん、彼女は何かやってくれるんじゃないかと、うん、その期待がこの先ほど申しましたようにあの、まあ、国全体に広がらなかったということなんですねだから今後ですねもし彼女今彼女ここにあるように46歳ですね、うんえー、選挙5年後ですから、えー、51歳になりますねで今のカスティジョは51歳です 十分にですねあの健,康さえ健康でありさえすればね、えー、4回目の出馬できるんですよで、えー、決戦に行くこともこの可,能だと可能ですよね出馬すればでそのためにはです、ね、過去3回とりわけ今回の,あの当選可能性が一番強いと見られていたんですからね、うんえー、この失敗がなどこにあるのかと。うん これをあの学んでですね例えばバルガス女作って自分のことを攻撃していたバルガス女作になびいて一緒に反共戦線結んだっていうのは最大の失敗だと思うんですけども、うん、そういうことを全部総括してですね再出発していくと、うん、でそのためにはですねえ今回あの不正があったってこの抗議してですね今このえ国家選挙審議会が審査してますけどもこういうのを慰霊局やめて敗北宣言出して そしてこの再出発して五年後を目指すとこれが僕はあのえ賢い選択じゃないかと思うんですね。うん、あそれからまあもう一つ言うとですね。おそらくケ子コはね、えーえー、今回なりたかったのはですね大統領にどうしてもなりたか泣いたいと思っていたんですよ。それはですね、えー、今回当選する大統領は七月二十八日にね就任するんですよ。で七月二十八日ってのはどういう日かと言いますとペルーの独立記念日です。 しかも今年の7月28日はですね独立200周年なんですぴったりその日に就任する大統領は誰かというのがまああのになりそうですねまあおそらくそれはねあのそれから恵子藤森はね今回あの早々と刑務所に入ってるねまあ自宅軟禁みたいな形なんですけどねあの特別にあつらえられたあのとこで監禁拘禁されてるんですけど 親父さんをあの御社するっていち早く言ったらですね、うん、これもねあの戦略的には僕はあの、えー、いいことゃなかったと思うんですよね。ねこののさんん誕生日日がです、ね、7月28日なんですすね月なは<ー>いろんなこと重なってましてね,なるほどねそれだけに恵子は今回は3度目にきって言いますが是非とも当選したかったんでしょうね,なるほどねだけど失敗したように見受けられますので、えー、5年後51歳もう一回挑戦できると思いますよ。うんうん だそのためにこの脱皮していくことですね視野を広げて国全体を見渡して、うん、そういうことができればね、うんえー、可能性はまだまだあると思いま,すまああのこれで現状この番組今放送配信しているところでほぼ100%あと0.002%票が空いてないということですのでまあこれでカスティージョさんの政権 大統領を誕生というふうに見ていいと思いますが今後に注目していきたいと思いますねとても興味深い話だったと思います今日どうもありがとうございましたいやどうもこちらこそ